こんにちは、盆栽の音の、やってみた、初心者の、盆栽剪定、です。お聞きのように、音声を、つけるようにしました。最後まで、ゆっくりしていってね。この動画は、初心者の私が、盆栽を勉強しながら、実際にチャレンジする動画です。前半は、調べたポイントをまとめ、後半は、実践動画となっています。足りない点や、間違ってる場所がありましたら、ぜひ、ご指導ください。頑張って、健康的でかっこいい盆栽に、仕立てていきたいと思います。それでは、今回の、お題。桜、めつみ。この動画でわかること。1、めつみとは？ 2、なぜめつみするの？ 3、いつめつみするの？ 4、めつみ3つのポイント。5、やってみよう、めつみ。1、めつみとは？伸びる前に、新芽を摘むこと。2、なぜめつみするの？細かい枝葉の。小さな盆栽に仕立てるため新芽1番芽は強すぎて太く間延びするため摘み取ることで樹勢を抑え脇芽から出る繊細な枝葉2番芽を増やす2番芽も強く伸びる場合はこれを繰り返しさらに細かい枝葉を増やしていく。また、桜の場合、勢いよく長く伸びた枝には、花芽がつきにくい。3、いつ芽摘みするの？ 4 月中旬から5月下旬まで、新梢が少し伸び、葉の組織が固まる頃。6月以降は手をつけず、花芽のつく花芽分化期、7月から8月までに枝を充実させておく。4、芽摘み3つのポイント。ポイント1、葉が展開してから、ポイント2、2から3葉残す。ポイント3、外芽できる。ポイント1、葉が展開してから、芽摘みは時期が早いと、枝の力が弱ってしまう。葉の組織が固まり、5枚ほどに展開した頃が、ベスト。ポイント2、2から3葉残す。5成する葉を、2から3葉、残して、その上で摘む。ポイント3、外芽できる。2番芽が、外側に広がるよう。外芽の上で、切るようにする。5、やってみよう、芽摘み。それでは実際に、芽摘み、押してみましょう。それでは、始めます。こちらは前回、枝を剪定した桜です。だいぶ新芽が伸びてきたので、今回は、芽摘みをしたいと思います。背の低いしだれ桜なので、極力、枝元に、花芽がつくよう、長く伸びた芽を摘みます。まずは、この辺りから見ていきます。新芽がいくつか伸びてきていますが、成長に差があり、この芽はまだ短く、この芽は葉が3枚ほどしか開いていません。こちらの芽は一番元気がよく、徒長気味なので、この芽を芽摘みします。よく見ると、葉がしっかり5枚開いています。
に枝のあるこちら側が、内芽。こちら側が外芽です。葉を3枚残して、この上で切ります。外芽内芽と言っても、葉のことですが、2番目が葉元に吹くので、芽と言っています。次に、こちらの芽も、元気に伸びています。葉も5枚展開しています。ここは、左側にスペースが広くあるので、左側に、枝を伸ばすイメージです。なので、この外芽の上で、芽摘みします。この芽ですが、まだ小さいのでしばらく様子を見ます。以上で完成です。5月中に長く伸びる芽があれば芽摘みをし、6月以降は花芽分化期に向けて剪定せず各枝を充実させようと思います。次回は成長した枝ぶりをお届けしたいです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。